講談社の能力開発絵本丸四、こんな子いるかな丸一、嫌だ嫌だの嫌だもん、作絵有賀忍。嫌だ嫌だの嫌だもんの返事はいつも嫌だもん。おもちゃを片付けなさい、嫌だもん。お風呂に入りなさい、嫌だもん。早く寝なさい、嫌だもん。いや、何でも嫌だ嫌だの嫌だもんです。嫌だもんが公園で砂遊びをしているとペロがやってきました。嫌だもんちゃん、ボール遊びしよう。嫌だもん。嫌だもんは砂遊びに夢中です。ミャーもやってきました。嫌だもんちゃん、ボール遊びしよう。嫌だもん、高いお山作るんだもん。ミャーはペロを見つけるとボールを持って駆け出しました。ペロ、ボール遊びしようね。ペロとミャーはボール遊び。ヤダモンは一人でせっせと砂山を作っています。ヤダモンちゃん、ボール遊び楽しいよ。こっちへおいでよ。いやだもん、トンネル掘るんだもん。公園は薄暗くなってきました。ヤダモンちゃん、もうおいて帰ろう。ねえ、一緒に帰ろうよ。ペロが呼んでも、ミャーが呼んでも。いやだもん。じゃあ先に帰るよ。やだもんちゃん、バイバイ。ペロとミャーが公園の出口まで来ると、キャー、助けて。あ、やだもんちゃんだ。どうしたんだろう。ペロとミャーは急いで砂場へ走っていきました。うえん、お山崩れちゃったよ。よいしょよいしょ。ペロとミャーはやだもんを助け出しました。ああ、助かった。ありがとう。ヤダモンが嬉しそうに言いました。その時です。ペロが砂の中のボールを見つけました。ああ、よかった。ボール忘れるところだったよ。明日もまた公園で遊ぼうね。ミャがヤダモンに言うと、うん、遊ぼうね。あれ？ヤダモンちゃん。今、嫌だもんって言わなかったね。ペロもミャも大笑い。三人は仲良く並んで帰っていきました。おしまい。